花喜ぶ力こぶということで、今回は横山園芸のオリジナルクリスマスローズ吉野について、少し話をしたいと思います。横山園芸のオリジナルの中でいろいろあるんですけど、特に吉野というのは非常にその増殖が難しくって作りにくい、というものの一つです。実は育ち始めるとものすごい丈夫で、誰でもどこでも育てられるようになるんですが、とにかく増えにくいというところがあります。で、この吉野というお花なんですけど、写真でこんな感じで見ていただければと思うんですが、すごくね、和紙みたいな質感で透明感のある綺麗なピンクの花が咲いてくれるんですね。今までのクリスマスローズは全く違うタイプのものなんです。で、これはですね、なんとか日本らしいお花を咲かせたいという思いと、ヨーロッパがほとんど自生地、野生というのはあるんですね。品種改良も全部ヨーロッパで進んだもの。じゃあ日本オリジナルなもの、アジアというもの、唯一実はチベタヌスという原種が中国に自生しています。で、非常に育てにくくって、繊細な子で厚がって、とても関東だとすごく難しい品種な原種なんですね。だからそれをなんとかそのアジアオリジナルなものをこう要素だけを入れて育てやすいものが作れないかというのことで、考えついたのが、この普通の一般的なハイブリッドと野生のもの、原種チベタヌスというものを交雑させて、作られたものが吉野というものです。実は花粉、クリスマスローズでね、花粉つければいくらでも種がつけちゃう、ついちゃうぐらいに、種つきがいいものなんですけど、こう花粉を取ってちょんちょんってつけても、100個交配しても、本当に、吉野になるものっていうのは、花が咲いて綺麗なその株になるっていうのは100個に1個とか、そのぐらいの確率なんですね。なので、横山園芸でどうやって増やしているかっていうと、もちろん花粉もつけて新しい株を作ろうとしているのもあるんですが、実はほとんどは株分けで、増やしています。で、メリクロンっていう成長点培養で増やすっていう方法もあるんですけど、チベタヌスっていうのは休眠性の性質がすごい強くて、実はそのメリクロンでは全然できないというものも分かって、ただただだからひたすらこう株分けをして増やしているというところなんですね。なので年間生産量としてはもう本当20、30ぐらいしか作れなくて、各園芸店にも1株、2株ぐらいしか行かないというようなところではあります。なので幻の花というところではあるんですけど、そんなクリスマスローズもあるよというので、ご紹介をしたいと思います。で、その増やし方ということで、株分けなんですけど、前回もね、以前もそのクリスマスローズの株分けの方法をやったんですが、こう、ある程度やっぱり大きくして、花芽をこう、何株も、ちょっと草が生えててごめん。基本的にはね、外でほったらかしで育ててる。だから丈夫っていうのは言えるんですけど、すいません、ちょっと草ぐらい取っとけよなっていう。はい、こんな感じですね。見事に外に置いてあったので、葉っぱも傷んでいて、あります。でね、真ん中に一株だったものが、脇に花芽がこう、根がどんどん増えてきて、あ、そろそろこれだったら株分けできるかなっていう株になったら、株分けをするというふうに横山園芸ではやっています。じゃあ、この汚い葉っぱも取っちゃってもいいので、古い枝。やっていきたいと思います。じゃあ、まずはね、こういうふうに、取ってしまって、じゃん。こんな感じ。ちょっと草の根っこも入ってますけど、根っことしては、ちょっと待ってくださいね。こんな感じですね。そういう根っこ。ここら辺が本当の葉っぱ、根っこですね。いい根っこ、いい根っこ。で、じゃあ、株分けする道具ということで、こんな感じ。ゴム槌。木槌でもいいです。あと、ノコギリ。熊手みたいなもの。ピンセットとハサミ。こんなんで株分けをしていきたいと思います。できるだけ数を増やしたいという点では、小さく分けていくわけなんですけど、ちょっと実際にどれぐらい細かく割れるかというのを、思います。よいしょ。
まずはね、こういうふうに、土を、鉢を叩いて根っこをほぐしていきます。まあね、こんだけ花芽が、お、見えてきた、見えてきた。いい芽ですね。よいしょ。ね、もともとはここら辺に一株あったものが二株になって、それがまた増えて、という増え方をしてますね。ね、ここら辺株分けできるなーっていう感じですよね。ただこれ3名で売ってしまうと、数が増えないので、これももうどん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 、ちょっとばらしていってみたいと思います。よいしょ。で、ちょっと細かく割るときはできるだけ、この土をいっぱい落として、できればね、本当は根っこはこの時期、傷めたくないので、なるべく丁寧にやっていきます。よしよし。本来だったらね、10月とか、9月ぐらいにやりたいんですけど、まあ、あの時、実はその、より成長させたいというところもあって、いつもこの時期ぐらい葉っぱが枯れたら、実は横山園芸では、吉野に関しては株分けをしています。で、まずは、ここですね。大きく二つに、ここ芽がないので、ここで。ノコギリで。よいしょ。じゃん。こんな感じ。真ん中にはね、古い根っことかがあるんで。で、次。よいしょ。で、今度は下の方から、よいしょ。ここにもね、ちょっともうほとんど花芽という芽がなさそうなんですけど、これも一応、捨てずに多分植えとくて、取っといておくと思います。で、こう古い根っこ、ね、あんまり新しい根っこが出てないような根っこはどんどん取ってきます。で、こちら、おそらく。よいしょ。こんな感じ。はい。一目。まるでね、福寿草だとか、桜草の芽みたいになるんですけど、じゃあこれとりあえず一個目、これは分かれてるけど、ちょっと心配かな。二つに分けちゃおうかな。できるかな。ぶっつけ本番なので。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こんな感じ。こっちの目とこっちの目。こうか、見せるとしたら。こっちの目。脇から見るとこんな感じ。おそらくちょっとこれは花が咲かなそうなので、もう養生して、来年用っていう感じかな。さて、どんどんやっていってみます。こっちの株はどれぐらいできるかな。で、完全に、上を忘れて、夢中になってやってる感じですけど、よいしょ。で、こん
ね、お尻の方から攻めていくとね、カッコ系やりやすいんですよね。これはもうほとんど、芽がない株なので、おそらく古い株、切り株捨てちゃいます。これも古い株だから、ね、新しい根っこほとんど出てないので、これもおそらく捨てちゃいます。じゃあここからが勝負。3つに分けられるかどうか、迷ったらやめるんですけど、試してみようかな。ね、後ろの方から見るとおそらくここだな。手で出てきたほうが、ほら、おー、いい芽。これも花が咲かないな。これ花咲きそうな株だな。ああ、降りたくねえな。根っこをかき分けて、なんか花咲くね、きっと。芽もちゃんとあるし、根っこもちゃんとあるし。で、こっち。これもきっと花が咲くな。よし。はい。さっきの一株が、こんだけ、芽が分かれました。ね、ここら辺はおそらく処分する。ここら辺どうじゃ処分。よいしょですね。じゃあこれを、さっきの株から何株できた？1、2、3、4、5、6、7個。やっと7個。植え付けて、そうね、6、5、4、5、4、5ね。立ってる株かな。これなんかは、ちょっと大きめの鉢に。汚ねえな。もし綺麗な鉢ねえのかよ。やばい、これでいや。乾いちゃうと今いけないので。植え付ける前にさっきの切り口のところに赤玉土をこういうところに、よいしょ、塗りつけます。赤玉土つけます。こんな感じ。もちろんね、トップジン M とかそういうペーストの殺菌剤っていうのがあるので、そういうものでやっていただいても構わないです。よいしょ。この間に土を入れてあげて、特にね、株分けしたとき土をかなり落としちゃうので、こういうふうに一気に土を入れるんじゃなくて、何回かに分けて何度も何度も丁寧に。
少しあのテクニックとしては土をやや湿らせ気味にしておいて、その日はあまり水をやらないようにして次の日とかに水をやる、もしくはまあ少し時間を空いてから切り口を乾かしてから で、その、なんでこの時期にこんなことしてできるかっていうと、普通は、この時期やってしまうと、やっぱり株が弱ってしまう可能性があるので、あまりおすすめはしてないんですが、この、まあ、休眠の性質が強い吉野だとかっていうのは、比較的まあ、これからまたぐっと成長してくれる、特に成長してくれるので、まあ、この時期にやってしまうっていうのと、まあ、横山家では、その、カチンコチンに凍らない場所をで管理ができるので、この状態でカチンコチンに凍ってしまうとやっぱり株が弱ったりするので、やっぱりここまでハードにやってしまった場合はなるべく保護をしてあげて、凍らないように管理してあげるとその後もスムーズに成長がたりします。うわ、これなんかいい芽だね。ちょっと根っこが少ないけど、でも株の力でなんとか花を咲かせてくれるようにあるかもしれないので、出てくるかも、かも、これも出てくるかもしれないので、一度植えときます。ダメかな、根っこが。まあ、でも、ありきたりのもんだったらね、捨てちゃうけどね。この子はもういいかな。お疲れ様っていうことで、処分をしたいと思います。よいしょ。そんなこんなんで、この一ポットに入ってたものが、ハードにありましたけど、2,4,5,7個に分けることができました。まあこの中で花が咲くのは1,2,3株ぐらいかな。まあでもね、あんだけ根っこをいじめちゃってるので、もしかしたらその今年はちっちゃい花しか咲かなくって、あまりいい花が咲かなかったらまあこれは販売に足らないし、養生して来年この株で売るっていう風に、販売のリズムに持っていくっていう感じですね。なので、まあ本当に、これもね、この株で、この鉢で2、3年、3、4年育てないと、こういうふうに株分けができないので、まあそういった意味では、すごく長い年月かかるよということで、今、ぶつけ本番の株分けでしたけど、こんな感じで増やしています。はい。まあ、慣れない人はね、ここまで小さくしない方がいいっていうのは確かなんですけど、まあどうしてもね、僕らは増やさなきゃいけないという点では、こういうふうに増やしているというのを紹介しました。はい。じゃあ、プロの技ということで、お見せしました。以上です。